にちは。アリンコ系 YouTuber のアリ博士です。このチャンネルではアリの飼育や観察に役立つ情報やアリのペットとしての魅力を美しい映像とともに発信していきますので、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いします。この動画では胸アカオアリのマーカーが羽化する瞬間の貴重映像について配信します。この動画を最後まで見ていただくことで、アリの羽化がいかに大変で時間がかかるかを知っていただくことができ、またマーカー誕生の瞬間の感動を共有できると思いますので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。胸アカオアリのもみじ一家ですが、順調にマーカーが増えており、映像では4匹ですが、今現在は5匹になっています。今回、配信するのは、4匹目誕生の瞬間の映像です。黒くなった眉をマーカーが破っています。羽化はここから始まります。今回、羽化の全貌を通常の速度で配信すると、えらい時間がかかってしまいますので、ここから4倍速で見ていきます。ゆっくり目に見たい方は、YouTube の設定から 0.5 倍速にしていただくと良いかと思います。時間がない方は、このままの設定でご視聴ください。今、マーカーが協力し合い、眉を食い破っているところです。眉の中で畳まれていた足が動きました。そして、6割くらい体が出てきました。体がすべて眉から出ました。女王もみじは社長オーラがすごいですね。ここでこれまでどっしり構えていた女王もみじが参戦です。絡まった糸を外しているようですね。これがなかなか外すのが大変そうです。
ートが外れました。そして女王もみじが、新たに誕生したワーカーが自力で動けるように、粘着物質をなめっとっているようですね。ワーカーが引き続き粘着物質を舐め取っています。そして徐々に、新たに誕生したワーカーが自力で動けるようになっていきます。だいたい舐め終わりました。胸垢終わりの胸の赤い部分は、生まれたては黄色いって、皆さんご存知でしたか？孵化が完了しました。ここまで実に40分もかかっています。アリの孵化がいかに大変で、時間がかかるか、皆さんご存知でしたか？複数のワーカーが協力し合い、繭を破ったり、糸を外したり、粘着物質を舐め取ったりして、やっとここまで来れる、という事実が衝撃的で、本当に感動しますよね。今回の動画、いかがだったでしょうか？この動画がいいなと思ったら、いいねやコメントをいただけると嬉しいです。また、チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録をしていただくと、本チャンネルが配信する、アリの飼育に有益な情報を素早く手に入れることができると思いますので、ぜひ、チャンネル登録をお願いします。本日もご覧いただき、ありがとうございました。ではまた。